この動画では新規プロジェクトを作成後、本来の意味でブランクの何もないプロジェクトにする設定を解説します。エディターが立ち上がるとブランクプロジェクトなのに地面や空などがありますが、これは仮に表示されている挨拶ページのようなものなので一旦気にしないでおきます。左上のメニューからファイル、新規レベルを選択。選択項目の中から空のレベルを選択し作成。ビューポートが真っ黒になると思います。この状態が本来のブランクの何もない状態です。まだこのレベルが保存されていないので左上の保存ボタンを押します。コンテンツフォルダーの直下に右クリックから新規フォルダー、フォルダー名を 2D アクションにします。フォルダーをダブルクリックして右クリックから新規フォルダーを作成。名前をマップ図にします。マップ図をダブルクリックしてこの中に名前を L アンダーバーテンプレートとして保存します。このままの状態だと再起動した際に先ほどの背景が表示されるので、起動時にこのレベルが表示されるように設定します。左上のメニュー編集からプロジェクト設定を開き、マップ&モードを選択し、エディタのスタートアップマップとゲームのデフォルトマップを今作ったレベルに設定します。これで再起動後もこの空のレベルだけしかない状態になります。ブランクプロジェクトから頻繁に何かを作る人はこういう状態のプロジェクトを保存しておいて、ランチャーからプロジェクトをクローンで名前を変更すれば毎回同じ工程を踏まずに済みます。ようやく本来のブランクプロジェクトになりましたので、ここから 2D 用の基本設定を行っていきます。次行ってみよう。